堀田三次堀田三次は日本の内務官僚。警視総監、内務次官。福島県朝霞郡河内村で堀田左衛門の次男として生まれる。朝霞中学第二高等学校を経て、1904年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。低心省に入り通信属として通信局に配属。同年11月、 文官高等試験行政化試験に合格。同年12月、内務省に展示内務属として地方局に配属された。1905年11月、千葉県事務官に就任。以後、千葉県第三部長、神奈川県事務官、茨城県事務官、警察部長、内務所機関、大臣官房文書課長、内務省参事官県内務大臣秘書官、県官房文書課長、 大臣官房会計課長兼文書課長、京都府内務部長などを歴任。1917年1月から11月まで休職し、欧米に戦時状況の視察のため出張した。帰国後、1917年12月、内務書記官兼内務監察官として復帰。1918年4月、土木局長に就任。水野蓮太郎内務大臣により、 1922年6月、警視総監に登用され、同年10月、内務時間となるが、病のため1923年6月に辞職した。参考文献、大正過去帳335ページ。官報大戦38号、除任及び、事例1916年1月20日。ありがとうございます。